はいどうも皆さんこんにちは、 BC スエルワイルドリフト部門のビビロイヤルことフミヤッチョです。本日はハジロルチャンピオン解説ということでサンミイラを解説していきます。動画の最後には実践プレイ動画もあるので初級者以上の方はぜひチェックしてみてくださいね。ハジロル動画ではリーグオブレジェンズ入門者に向けた情報を発信中です。概要欄の再生リストからぜひチェックしてくださいね。では早速サミイラの魅力を語っていきましょう。まずサミイラの特性について説明します。サミイラはマークスマンですが接近戦が得意なチャンピオンです。攻撃を繰り返し行うことで自身を強化しスタイリッシュな動きで敵を翻弄します。また後半の集団戦が非常に強力となっており、一瞬で相手を全員溶かす爽快感なんてのはサミイラでしか味わえません。また適正レーンはボットレーンとなっております。それではスキルについて説明していきます。まずはパッシブ。サミイラにはパッシブが2つあります。1つ目、エアデビルインパルス。遠距離にいる敵には銃で、近距離にいる敵には剣でダメージを与えることができます。また剣での通常攻撃は追加魔法ダメージを与えます。移動不可 CC を食らっている敵に対しては AA が少し強化され、少しダッシュで近づきます。また味方がノックアップを付与した敵を空中に投げ上げ、この効果を延長することもできます。2つ目、スタイル。異なるスキルまたは通常攻撃をつなげて行うとスタイルのグレードがランクアップします。このランクは E から S までの6段階あります。スタイルのグレードがランクアップするたびに増加移動速度を獲得します。旧スキル、フレア。指定方向に銃から弾丸を放ち、最初に当たった敵ユニットに物理ダメージを与えます。近接攻撃射程に敵ユニットがいる場合は代わりに指定範囲を剣で切りつけ、範囲内の敵ユニットに同様の物理ダメージを与えます。E スキルのリープ中にこのスキルを使用した場合、リープ終了後に爆弾を用いて通過地点を爆撃し、範囲内の敵ユニットに同様の物理ダメージを与えます。このスキルはクリティカルと銃と剣のみライフスティールが 66% 有効で、クリティカル時はダメージが 25% 増加します。 W スキル、ブレードワール。剣で回転斬りを行って周囲の敵ユニットに物理ダメージを与え、 0.75 秒後に再び周囲の敵ユニットに同様の物理ダメージを与えます。効果時間中は移動可能ですが AA と Q スキルが使用不可になります。まあただし E スキル中は Q スキルが使用可能です。 R を使用した場合は 0.75 秒後の物理ダメージを与える効果を無効にしてこのスキルの効果を終了します。また効果時間中に範囲内に入ったタワー以外の敵飛翔物を無効化できます。 E スキル、ワイルドラッシュ。パッシブは敵チャンピオンのキルまたはアシスト時にこのスキルの CD が解消されます。アクティブは指定対象の敵ユニットタワーも指定可能ですの方向にリープし、リープ中に当たった敵ユニットを剣で切りつけて魔法ダメージを与えます。また AS が増加します。ウルト、インフェルノトリガー。パッシブはこのスキルが範囲内に視界を得ている敵ユニットがいないか、スタイルが最大スタック、まあ、S ランクですねがない場合はアクティブは使用不可になります。アクティブ、2秒間自身にスローを付与し、周囲の敵すべてに10回の猛攻撃を行い物理ダメージを与えます。このスキルはクリティカルとライフスティールが 66% 有効です。効果時間終了時か CC により中断させられた場合にスタイルを全スタック消費します。スキル上げ順番、 Q スキル、 E スキル、 W スキル、ウルトは優先的に上げます。基本コンボ AA、Q、AA、E、Q。 またサミイラはウルトを発動させるために S ランク、
に上げる必要があります。そのウルトを発動させるためのコンボが複数あり、一番よく使うウルトのコンボをまず説明させていただきます。 AAQ AAE AAW R です。近距離の際に使える最速コンボというものもあります。 W には2回の攻撃判定がありますので、それを生かしたコンボになります。近接の AAW1 回目、 EQW2 回目、 AAR となります。それでは次に立ち回りについて説明していきます。まずはレーン戦について。レーニングでは安全にファームをしましょう。タミーラはアイテム依存度が高いため、序盤に負けてしまうと持ち前の集団戦で勝てなくなってしまいます。しかしガンク合わせ性能はとても高いので、決まりそうであれば味方のジャングルを呼び、キルを手に入れ試合をキャリーしましょう。それでは集団戦について。タミーラはウルトを使用した集団戦が非常に強力です。ガンコアもあればチームのキャリーとなれるでしょう。しかし敵飛翔物を落とせる W スキルがあるとはいえ、耐久性は低く、ウルトを使用する際に CC で止められることがとても苦手です。味方がイニシエートした後や敵がスキルを使用した後、単独の敵を狙うなど相手の隙をついてウルトを決めましょう。相性のいいサポート、ノーチラス、テト、フレッシュとなっております。その理由はオールイン系のチャンピオンに合わせてノックアップを追加で与えたり、バーストを叩き込むことができるからです。他にも味方にタンクや CC が豊富であれば、序盤の弱さをカバーするためにパルマといった明治サポートを置くこともいいでしょう。サモナースペル、基本はフラッシュとヒールで大丈夫です。慣れてきたらヒールとクレンズを交換してみましょう。初期ビルド、ドラゴンブレードとポーションとなっております。ビルドガイド、イモータルシールド棒から、プレートスチールキャップまたはマーキュリーブーツに行きます。その後コレクターインフィニティエッジ、そして最後は、ドミニクリガードや GA ブラッドサースターなど自由枠となっております。ルーンはメインパスが映画、キーストーンは征服者、サブルーンは凱旋、レジェンド血脈、排水の陣、サブパスは波動で火の味わいと強欲な賞金首狩りを持ちます。タミーラはスタイリッシュでとてもかっこよく、爽快感が癖になるチャンピオンです。かっこいいと思った方はぜひ使用してみてくださいね。それでは実践動画へ行く前にと、この動画が参考になった方はチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローをお願いします。ワイルドリフトでも実践されたらライブ配信で使用するのでお楽しみに。それでは実践動画へ GO!これないならじっとしてな。ノロマに合わせる気はないよ。武器のことはよく聞かれる。いいか、右手にブレイズ、左手にソーン、背負ってるのがバンキッシュ簡単だろ。サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。銃と剣ってのは最高の組み合わせだ。米とサフランみたいにな。みんな私に落ち着けっていうけど、見出しました。
てたらどんなにいいか。敵を撃ち抜くなんざ固めで十分だよ。目を閉じてても当てられるぜ。で、野獣なの。前より小さくなったかな。あたしは砂漠を生き延びたから。女がノクサスで成り上がるのは上手なのに必要だな。あたしのやり方でいくよ。ダサいことはしない主義なんだ。こっちは全力で行く。このスリルたまらねえ。後で記念にタトゥーを入れるとするか。
を倒しました。こんなのへでもねえ。任務をこなすんじゃない、敵を殺すんだ。私を英雄って呼ぶやつもいれば悪党だって言うやつもいる。主観の問題なんだよ結局。超越者はシェリーナの民を自分の所有物だと勘違いしていやがる。敵を倒しました。敵を倒しました。やめときな。行儀が悪い？知ってるよ。短くだ。剣を選ぶやつもいるし、銃を選ぶやつもいる。いいだろ、両方選んだって。私が金や名声のために戦ってると？バカばっかりだね。どいつもこいつも。敵を倒しました。シャットダウン。味方が倒されました。キリングスプリー。金があれば何丁か銃が買える。危険な仕事をこなせば評判がついてくる。血がかかってくれるともう少し艶が出るんだけどな。
はシンプルだ。やるか、チャンスを逃すかだ。インダリは優れた隊長だった。射撃を教えてくれたのも彼女だ。でも殺しは自分で覚える。決めつけが私を強くすんのさ。ああ、少しは楽しめそうだな。私が片付ける。シャットダウン。君ならちゃんとやれると思う。昔の敵を倒しました。私は無謀すぎるって。まあ、先に死んだのは向こうだけどな。快適な暮らしなんて毒にしかなんないね。女がノクサスで成り上がるには行儀なんて必要ない。敵を撃ち抜くなんざ片目で十分だ。私に銃をぶっ放せたらどんなにいいか。やっ、シャットダウン。潰しながら行くか。ほらよっと。私はダサいことはしない主義なんだ。どんな少女でも心の中に女王がいるのさ。みんな私に好きって言うけど性に合わないね。
方が倒されました。班長こっちはあるな。帝国では力こそすべて、仮にやるのが私の流儀。手を組むにはちょうどいい。たまらねえ。後で記念にタトゥーを入れるとするか。敵を倒します。昔の恋人が言ってた。味方がタワーを破壊しました。ま、先に死んだのは向こうだけどな。まるでテレシュニの戦いだな。いや、私は美女、野獣なのさ。任務をこなすんじゃない、敵を殺すんだ。味方がタワーを破壊しました。世界中の皆さん、私にとって大切なのは戦友と家族。イラつくと順位は変わるけど。味方のタワーが破壊されました。おやおや、幕が悪い。
退屈してたんだよ。来な。そういう決めつけが私を強くする。みんな私にかけな。ブーツに血がかかってくれるともう少し艶が出るんだけどな。超越者はシュリーナの民を自分の所有物と勘違いしていやがる。